こんにちは。これは僕が、えー、実はですね、名探偵コナンと対決した時の実話です。えー、それはですね、えー、1900年代の末の、僕が小学館に出向していた時の話です。原作書いてたんでね、あと、あの、アニメも担当してたので、えー、年末のピンゴ大会といいますか、あの、忘年会がすごかったんですよ。 もう本当にあらゆる先生、高橋りんご先生、斎藤高雄先生、もう青山先生もいっぱい来てまして、で、それに関わるスタッフとか、アニメの声優さんたちも、えー、いっぱい来てました。司会は中山えびりさんで、えー、食べ物は食べ放題の、えー、本当にあの、バイキングではなくて、 えー、帝国ホテルの中に店がいっぱい並んでるって感じてみんな食べ放題でしたね。で、なんで、えー、コナンと対決したかというと、ビンゴ大会があったんですよ。で、えー、頑張って頑張ってやってたもんですけども、なかなか皆さんリーチがね、500人いるのにリーチがなかなか出ないんですよ。で一発目にリーチを出したのが僕でした。で、みんながおー,おーって言ったんですけども、 まあ、あなかなかね、ビンゴになる確率って少ないですよね、って思いますけども。えー、そして2番目にリーチが出たのが、なんと、名探偵コナンの声優さん、高山みなみさんでした。もう2人の対決で、もうどっち応援するかわからんけど、2人とも頑張れって、引け,引け引け引けみたいな感じで声が上がって、ステージに上げられて、もう、どっちがビンゴになるんやと思ったら、はい、私勝ちまして、ビンゴ。 取れました。商品は40型テレビでして、すごく嬉しかったんですが、その後が問題で、アパートに運ばれてきたそのテレビが玄関を通らなかったんです。大きすぎて。だから廊下にずっと出しっぱなしにしてました。これがなかなかいい思い出ですよね。